明けに向けてホビーですね。昨日まで18日で18日9日達成と、今日はね、昨日もね、サッカー日本代表の試合見てね、勝ちましたね、ワールドカップの大きく前進と、それ見かけながらね、音声ちょっと入ってますがね、明太バター醤油ご飯作ってました。あとはね、ファイト、今日、昨日試合でも、昨日もね、ビッグカメラで、ね、2000ポイントで入ってきて、ね、4000ポイントになりましたね。ビッグカメラポイントは、ね、4300ポイントは、エアタグ買いました。M1 プロ、MacBook プロのね、Apple の分割屋のあれでもポイントが貯まりました。昨日は0円で、昨日、0円で18日9日達成と、日割り計算がね、171.2日というね、20日間ぐらいの達成、末締めのあれでなんですが、それはおとといまでの末締めで、結構節約できてるのではというのと、でもね、配信で5000、1万6000円かかったのがね、でした。ファイトソング昨日深夜に向かっていた画家はファイトソングが気づいたのがね、押して主人公が、ね、口癖なんですよ。結構ウキウキサボチームの時にもね、主人公女性の清原かやちゃんのね、で、間宮さんが役がね、作った曲はね、主人公がイヤホンをつけてるシーンで聞こえなかったんですがね、ファイトソングって、題名通りだったんで、ファイトソングって何なんだろうか、ファイトソングって曲名なのかなとかね、これから始めてどうぞ。昨日、今月2日で、昨日図書館に1冊ね、昨日深夜ね、図書館、Kindle Unlimited で1冊読みました。
今日でね、ゼロ円で18日9日達成です。はあ、うんとね、松締めでね、今日は0円で出したんですが、その前日松締めでね、1日平均107円ですが、歯医者さんその前4900円かね。で、1万6000円かかってるんで、ね、ちょっとね、別にね、そういう意味でもね、結構お金がね、あれですねが。あとは、0円で。あとは、何のドラマ見たら、ファイトソングね、主人公オースツンですよね、清原果耶ちゃん演じる、元空手の少女ね。空手の選手で、五輪代表をもくろんでいたっていうね、あれなんですが。で、マミヤさんね、突然思いついてね、曲を作ったんですが、で、曲のシーンはね、清原果耶さんはね、がヘッドイヤホン聞いて、ヘッドホンがしててね、で、聞こえない、どんな曲か聞こえないんですが、あれはファイトソングってタイトルなのかね、空手のね、戦いを見て、間宮さんが作った曲なんで、間宮さんが作った曲なんで。Once was 21 to 18.